まずですね、この課題文の中でキーワードとなっている単語、War ですね。War という単語があります。WAR。これですね、ちょっと知っておいていただきたい。まあ、知ってる方も多いと思いますけれども、W の単語の母音っていうのは変わりやすいんですね。ですから、多くの場合、WAR のことを War, War とは言わないで War って言うんですね。だから WOR と同じだと思ってください。だから Armstrong とか Army と同じではないということですね。Or, Or ですね。そこをちょっと意識してください。反対に WOR のスペルだと Er という発音になります。だから例えば Work とか Word とかそういう単語ですね。これ大事です。それがまず一つ目ですね。では、発音が難しい単語を少し練習してみましょう。Cavalry ですね。まずこの単語、Cavalry ですね。L と R が一緒にくっついているので、こういうところ難しいんですね。でも、この L の場合は、舌をここに天井につけないでもできる。Dark L という音になります。でないと、R で引っ込めるので、忙しすぎるんですね。Cavalry, Cavalry, Olery, Olery って言ってる間に母音が入っちゃうんですね。だから、舌をつけたいけど、つけないですぐに弾く準備をしてください。Cavalry。V の音ですね。喉の奥で L の音を言ってください。そして、と弾きます。Vorry。Caval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 ry ですね。can は大きく開けてくださいね。Cavalry, cavalry, 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 tada, tada, cavalry. Military, military, military ですね。これも手話が使われています。Milly ではない。Mel, l, l, l. お、これはちゃんと舌を上につけて、L ははっきり。お、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 military, military. Tada, 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 tada. Military, 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 military. Distinguish, distinguish. これはアクセントストレスが10にありますので、ここをしっかり強調したいので、あとは手話ですね。手話のような、曖昧な音に落としてしまいます。ずっとですね。distinguish, distinguish, distinguished, 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 dis, dis, distinguished, wished, この辺。シンクラスターですね。グ、グ、ん、ウスト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 、distinguished, distinguished, distinguished。ちょっと難しいですけども、リズムに乗ってください。distinguish, the dot, the dot, distinguished, distinguished, distinguished。次。regiment, regiment. これも手話が2つ出てきますね。じゅ、む、じゅ、む。ごく軽くしてください。regiment, regiment. だだだ。regiment, regiment. ですね。regiment. M と N の間に手話が入っていますね。ムーン、
ムーンチ、この音、シワの音が入ってます。Regiment, regiment. Territory ですね。これ、この単語、ちょっと私もあんまり好きじゃない。難しいと思う。Territory ですね。ちょっと口がいっぱい動かなきゃいけないので、難しいです。Terror。でも、ここのところ、シュワにして、曖昧にするとかなり言いやすくなると思います。Terror, Tory, Tor, Tory, Tory, Tory ですね。R で、Tory ですね。Territory, Territory, 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 Territory. Massacred, Massacred.ね、マーああああ開けてくださいね。スマイリーア、マースス、これも手話、クルドですね。クルド、クルド、クルド、マーサクルド、マーサクルド、ダダダ、マーサクルド、マーサクルド。はい、単語はですね、このようにリズムパターンで覚えるととても耳が良くなります。チャラタのリズムだと、cavalry, regiment, massacred, ダダダ、ダダダ、cavalry, regiment, massacre, ダダダ、ダダダ、ダダダですね。ダダダ、distinguished, ダダダ、ダダダ、distinguished, distinguished ですね。これもよくあるパターンですね。チャラタラ。Military, tada tada, military, territory. これ一番最初の音節が一番大きいですね。Tada tada, tada tada, military, territory ですね。Tada tada, military, territory. こんな感じですね。リズムで。ちょっとリズムを感じながら英単語を発音練習してください。Flap T、Flap D ですね。だらっとしたストレスのない、この子音がとても弱くなります。これが結構たくさんあったのでリストアップしてみました。バードン、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 バードン。Battle, the battle, battle. Native, the native, native. Academy, dummy, dum, dum. Academy, academy, academy. Leader, the, the. Leader, leader, leader. Little, the. Little, little, little.Little ですね。ダダダダダダ。下をペロッペロッとちょっとラリルレロ。日本語のラリルレロに近いんですけど、ちょっと下をペロペロペロ。ラリルレロ、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 みたいな感じで。Little, leader, academy, nader, r, r, r. これね。ストレスのない音節で弱く脱力する。これとても大事ですね。はい。やってみてください。Next, ストレスのない I の単ボイですね。I 単ボイ。これを手話にして滑らかにする、うん。これも同じことなんですけれども、この場合は母音ですね。母音を、まあ、縮小してリズムに乗せやすくするためにとても大事です。例えば、officer, officer, 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 officer とか言うと、口がはにゃはにゃはにゃ動かなきゃいけないので、とても大変なんですね。だから、そのリズムよく言いやすくするために、officer, officer, officer、こういうふうに言うんですね。うん、そ
そういうところも意識しながら練習していただきたいと思います。American, America, 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 America. Civil, 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 civil. Distinguished, distinguished, distinguished.Distinguished ですね。ですね。Distinguished, distinguished. Himself, him, him, him. Hum, hum, himself, himself ですね。はい、滑らかにスムーズに。Confident, confident, confident.それはほとんど動かさなくていいですね。カーで分けてください。Confident, confident, tired, confident, confident. Regiment, regiment, j, 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 j. Regiment, 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 regiment. Native, div, div, ですね。Native.これはフラップキーと、音が一緒になって、ドゥ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 。ネイティブ、ネイティブっていう感じですね。ネイティブ、ネイティブ。テラトリー、テラ、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 テラトリー、テラトリー、ダダダダ、テラトリーですね。はい、そういうところも大事ですね。リズムを作るのに。曖昧語の手話というのはとても大事なポイントになってきます。はい、そしてですね、母音、short o、短母音ですね、o の短母音。これがなかなか口が開かない人が多いので、ちょっと意識してやってみましょう。あー、顎をたくさん開けてくださいね。あー、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 officer。Officer, bottom, bottom ですね。だから次の音が手話なのでとても小さくなります。ああ、この動きしっかりと体で感じながら覚えてください。Officer, bottom, confident, confident, cocky, cocky, Montana.Montana. これはですね、ちょっと難しい。なぜかっていうと、man であんまり開けると、te で開けなきゃいけない。ここにストレスがあるんですね。tana, tan のところにストレスがあるので、Montana とか言うと大変ですね。だから、ちょっと tan の方にストレスを置くので、man, man はやっぱり開けすぎない方がいいんですね。Montana.Montana, Montana ですね。うん、これ難しいですね。うん、はい。Monument, monument, 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 monument. はい。あですね。うん、逆に。ストレスのない O ですね。collection, collection とか completely とか commemorate とか、こういうとこ、カーとか言って開けちゃいけないんですね。こうでもない、カーでもない、く、くになりますね。これは手話ですね。はい。母音の縮小ということで、collection, collection, le.で開けますね。Lection, collection, collection, complete, completely, complete, complete, commemorate, 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 commemorate. はい、こんな感じですね。コンピューターとかね、
結構たくさんあるんですよね。間違いやすいと思います。Next, short A ですね。A という音になります。Cavalry。これも口開けるので、smiley ですね。この違いですね。Cavalry。Cavalry。Graduated。Graduated class。Academy. Academy. 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 After. After. Battle. Montana. 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 Massacre. Massacre. Custer's last stand. What is this name? Custer. Last. After.違うので Custer's last stand Custer's last stand ですね。はい。Battlefield Battlefield Battlefield National National はい。これでですね、この short A A の単母音というのは Nasal consonant つまり鼻音ですね。鼻にかかった音のそばにあると、あんまり開けなくなっちゃって、口の奥ですが狭められて、こう鼻の方に息が通る感じになるので、ちょっとの音に近くなります。massacre, みたいな。ね。ちょっと違うですね。Montana. 難しい。Stand, national ですね。Stand, っていう感じになっちゃうんですね。National が。みたいな音になってしまう。そういうふうな違いがありますので、ちょっとそういうところも、まあ、意識してみると、いろいろ耳も良くなると思います。はい。そこまで気にしなくてもいいかもしれないですけどね。はい。Rhythmic phrasing。これですね。太字にしたところと黄色ハイライトしたところがあって、そこをまあちょっと強めにこう長めにゆっくりゆったりとウェーブを感じながら朗読するという方法ですね、うん、この黄色いところが一番このチャンクの中で一番そうですね、ストレスが強いところと言える場所ですね、うん、まあその人の喋り方とかどこを強調したいかということによって変わるんですけれども、だいたいこの一番チャンプの最後の方に多いと思います。そこをまあ、起点としてメリハリをつけたリズム感を培うといいのではないかと思いますね、はい、ジョージ・アームストロング・カスター。George Armstrong Custer was an Army cavalry officer in the American Civil War and the American Indian Wars. He graduated at the bottom of his class from the famous West Point Military Academy. The Civil War was just beginning, and he joined the Army of the North.Where he quickly distinguished himself as an excellent cavalry soldier. After the war, Custer was sent west to fight the American Indians. He was an overly confident and cocky leader. He led his regiment into battle against a collection of Native American Indian tribes.At the Little Bighorn in the Montana Territory,
His soldiers were completely, his soldiers were completely massacred in what came to be called Custer's last stand. No one survived. The Little Bighorn Battlefield National Monument commemorates this battle and is a very interesting place to visit.、はい、リズムに乗って、そして、まあ、手話ですね。曖昧母音、脱色する場所も、こういうね、ウェーブに乗った感覚で、英語発音、英語朗読、音読していくと、とてもリズムが良くなります。イントネーションが良くなります。そして、コミュニケーション能力が上がりますので、こういうところも、意識しながら音読してください。こちらのワークシートの方は、欲しい方は、オンライン講座というのがありまして、そこに参加していただけると、いろいろなワークシートにアクセスすることができますので、もしよかったらチェックしてみてください。Thanks for watching!